本日は奈良基地隊にお越しくださいまして誠にありがとうございます。ここからの40分間皆様と楽しい時間を過ごさせていただければと思います。オープニングでお送りしましたのはビッグバンドジャズの代表的なナンバーからマジックフリーをお聴きいただきました。そして本日演奏いたしますのは沖縄県からやってまいりました航空自衛隊南西航空音楽隊です。ありがとうございます。指揮と司会を務めますのは南西航空音楽隊長一等空尉口方聡です。どうぞよろしくお願いします。さて次の曲に参りたいと思います。ここ奈良基地は航空自衛隊の基地ではありますけれども、ご存知の通り滑走路がなく航空機も飛んでおりません。そこで先ほど行われた F-15 戦闘機の展示飛行に合わせて音楽で空や航空自衛隊を感じていただこうと次の曲を用意しました。次の曲はナイトフライトというんですけれども、直訳すると夜間飛行ですね、夜に飛ぶという意味です。どんな曲かと言いますと、皆さんちょっと情景を思い浮かべていただきたいんですけれども、静かな夜の空港、夜の空港っていうのは誘導灯が非常に綺麗で非常にロマンチックな光景なんですけれども、その静かな空港の中、戦闘機のエンジン音でつんざくように戦闘機が離陸していくんですね。夜に飛ぶっていうのはパイロットにとって周りも地上も見えずに非常に怖いと言われてるんですけれども、その恐怖に打ち勝ってスリリングな夜のフライトが繰り広げられていくと、そういう感じの曲です。それでは皆さん情景を思い浮かべながらお聴きください。ナイトフライトです。どうぞ。Thank you.
並び方や人数が違うなとお気づきかもしれません。そのビッグバンドに使われている楽器を紹介していきたいと思います。一番手前のサキソフォン、後ろに立っておりますトランペット、花形楽器ですね。その前のトロンボーン、伸び縮みする楽器です。その隣のホルン、ぐるぐる回ってるやつですね。それからこちら側、リズムを刻むドラム。ここに並んでおりますパカッション、はい、あちらにおります、ありがとうございます、あちらにおりますキーボード、おしゃれですね。後ろにおりますギター、皆さんご存知のギターです。そして一番最後ベースです。低音楽器を担当しています。ちなみにベースを担当しております隊員はここ奈良県奈良市出身、手塚山高校卒業、また大阪音大卒業の一等空師犬飼隆吾です。どうぞよろしくお願いします。今日はご家族も聞きに来てるんですか？聞きに来てます。お父さんお母さん、遠い沖縄で立派にやってます。ありがとうございます。やっぱり私たち昨日沖縄から住んで飛行機で来まして、バスでこちらに着いたんですけども、やはり気候が違いまして、ちょっとね寒いんですよ。あとバスで移動する間ちょっと私おおと歓声を上げてしまったんですけども、田んぼが珍しいんですね沖縄から来ると。あと鉄道の線路があるのがちょっと珍しくてですね、いつも私たちざわわざわわのサトウキビ畑ばっかり見てるもんですから、本当に見える風景がだいぶ違って、本当にここに来れてよかったと思っております。さて次の曲に参りましょう。先ほどはスリリングな空に関する曲をお届けしましたけれども、今度は沖縄から来た私たちの演奏で爽やかな潮風を感じていただければと思います。スタジオジブリの作品魔女の宅急便の挿入曲、海の見える街をお送りします。涼しげなボサノバアレンジでお聴きいただきましょう。それでは海の見える街です、どうぞ。
ソプラノサックスソロ、クーシチョー・ブーア・ハリス。キーボード、三島空想・藤本正弘。海の見える街をお聴きいただきました。皆さん、ところで午前中の候補生たちの更新は見ていただけましたでしょうか。見られた方、ありがとうございます。そこで演奏されていた行進曲なんですけれども、航空自衛隊の行進曲、空の精鋭と言います。行進をご覧になってくださった方は耳に残っていらっしゃるかと思います。本日はせっかく東吉沖縄からここ奈良にお邪魔する機会をいただきましたので、今回だけのスペシャル企画としまして、この行進曲空の精鋭を先着2名様に式の体験をしていただきたいと思います。やりたい方、そんなに大きい声で言っていただけたら、ちょっと混んでるんですけれども、花道をバーッと開けて、そして皆さん注目してください。ありがとうございます。橿原市から来ました川名明日香と申します。川名さんですね、よろしくお願いします。お名前は？白川かなで。白川さん、はい、川名さんと白川さんですね、よろしくお願いします。ここにお二人のためにもう指揮棒が用意されてますので、どうぞ好きな方を。あ、そっち当たりです、はい、どうぞ。ありがとうございます。じゃあちょっとそちらに行っていただいて、今から見本をお見せしますので、そこでどういう風にやるかっていうのを見ていただきたいと思います。今回は時間の関係上ショートバージョンでお送りしたいと思います。空の精鋭ショートバージョンです。どうぞお聴きください。って言ってもちょっと始め方が分かんないですよね。最初、あ、吹奏楽をやられてたんですね。頭だけちょっとどういう風に始めるか、指揮棒をちょっと下から上にやると 1,2 シーサーゴーヤーチャンブルこんな感じで。それでは川名さんの指揮で航空自衛隊公式行進曲空の精鋭です。どうぞ。人生に疲れちゃったって感じがやってみようか。大丈夫？ちょっとこれ高いからね、あんまり。あ、でも見る、見たい。
書いてあるからね。始め方大丈夫？分からない、分からない。こっち見て、こっち見て、こっち見て、せーの。これで音が出るから。すごくゆっくりやると、せーの、にょわーんってしてから、せーの。すごい反応するでしょう、すごいでしょう。航空自衛隊ってすごいんですよ、すごい。やってみようか。それではお願いします。航空自衛隊の公式行進曲、空の精鋭です。できるかな。やってみよう。みんなお兄さんたちがやってくれるよ。もしよろしければお父さんご一緒に。お父さんです、どうぞ。注目してください。まして、せっかく私たち沖縄から参りましたので、沖縄にちなんだ曲をお届けしたいと思います。ナダソウソウやシマンチュム宝などで、あ、なんか沖縄の音が聞こえますね。三振ですかそれ。ちょっと皆さんに見せましょうか。三振上げてもらっていいですか。上に蛇の顔が貼ってある三味線なんですけど、沖縄の三味線で三振と言います。沖縄県出身のアーティスト、ビギンのナンバーから三振の花をお送りします。途中エイサーという太鼓付きの踊りが入るんですけれども、エイサーとは何かと言いますと、沖縄のお盆に踊られる伝統芸能なんですね。本土のお盆では皆さんキュウリやナスで動物を作ったり、迎え火を焚いてご先祖様をお迎えすることが、地域によっては、いろいろですけれどもあると思うんですけれども、沖縄ですと地域の青年少年たちがこのエイサーを踊ってご先祖様をお迎えするのが一般的なんですね。お盆休み、沖縄の実家に帰って夕涼みをしながらおじいおばあと話していると、どこからかエイサーの太鼓の音が聞こえてくるというのが沖縄の夏のノスタルジックな風景となっているんですね。さあ、エイサーどんなものなんでしょうか。少しでも皆さんに沖縄の空気を感じていただければと思います。それでは三線の花です。どうぞ。
サー三島空港斉藤武史、三島空港川田光平、そして三振二島空港山根英樹。三振の花をお送りしました。拍手でお送りください。早いもので南西航空音楽隊最後の曲となってしまいました。1970年80年代夜の遊び場といえばディスコだった世代にとっては時代の代名詞となる曲かもしれません。また現代においてもクラブで一番盛り上がる曲として知られているアース・ウィンド・アンド・ファイアの永遠のヒットナンバーセプテンバーをお送りします。2007年のノーベル賞受賞式でこの曲がアトラクションとして演奏された時にはそこに居並ぶノーベル賞受賞者全員が踊り出したほどのノリノリのナンバーです。皆さんもノリノリでお願いします。それではセプテンバーです。どうぞ。Thank you.
航空音楽隊の演奏、皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます、ここからも奈良基地祭、続いていきますので、まだ展示事項ですとかアトラクション残っておりますので、引き続きお楽しみください。また皆様とどっかでお会いできることを楽しみにしております、これからも奈良基地、そして幹部候補生学校よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。またお会いしましょう。